はい、皆さんお疲れ様です。今日は2021年3月の20日ですか、20日土曜日、ということで、今日もやってまいりました無編集チンゲン菜をつまみながら無編集一発撮りで、だらだら喋ってみようというコーナーでスタートいたします。それでは今日も気合一発、ハッピーチンゲン菜。はい、というわけで今日はもうご飯食べましてね、ご飯の時に、ハイボールで、その後の今ちょっとこれロックでいっておりますけども、ご飯といってもそんなにあのダイエット中なんでがっつりは食べておりませんけども、そんな今日のロックのおつまみはですね、チンゲン菜とからし明太子のマヨネーズあえという、これまたちょっとカロリーが心配ではありますが、こんなもん間違いないですよね。もううまいに決まっております。はい、ということでちょっとこれをつまみながらですね、それはもう間違いないですよ、絶対うまい。いただきます。ああ、やっぱりチンゲン菜はうまい。こんなもんもう真っ白いご飯に乗せて食べたくなりますけどね、まあそんなことはさすがにね、あの大変なことになりますので、あのちょっと痩せてからそれはやってみようと思いますけども、あ、でもこれに真っ白のね、あったかご飯に、生卵、卵かけご飯にこれ最高じゃないですか。はい、そんなわけでね、さっきまああのなんか東北の方でまた地震があったみたいで、津波注意報みたいなものが出たりなんかしてちょっと心配ではありますけど、まあなんかまあそ、まあ、震度5って言ってましたけどね、まあ特に大事にならなければいいなと思っておりますけども、そんな中ですね、今日はまあ何について話そうかなと思いましてですね、そんな中今日はちょっとこちらオリンピックね、これはまああのちょっと前のこのいっぱい飲みながら喋るコーナーでもお話ししたと思うんですけども、長野オリンピックの時にね、僕仕事でちょっとオリンピックの選手村に1ヶ月滞在しておりまして、その時にまあこれはね確かスキーノルディックだったかな、何だったかスケートだったかな、なんかまあ日本代表の選手と、僕が持っている企業のねピンバッジと交換してもらったやつなんですけども、まあ選手村とかその界隈ではもう街全体がオリンピックムードでして、まあ街の中でもそうですけども選手村の中は特にですね、そういったこうピンバッジの交換っていうのがこうまあ流行るというか、まあそうなんですよね、交換したものをどんだけぶら下げるかみたいな感じなんですけども、そのまあその時のこの日本のね、日本代表からもらったピンバッジなんですけども、まあこの今度ね今年も東京のオリンピックがどうなるかというところで、昨日からまあちょっと話題になっております、あの開会式閉会式のね演出のことでちょっとなんか問題になっておりますが、まあそのクリエイティブについて、アイデアを出すということについてね、ちょっとまあお話ししてみようと思うんですけども、
なんていうんですかね、まああのこと自体がそれはまあもちろんね、人を侮辱するような体型やあまあ性別、まああの場合性別はどうかあんまり関係ないような気もしますけども、まあ見た目やそういったことで侮辱するということはもちろんもう常識としてダメというのはもう大前提なんですけども、まあ問題はですね、その問題の本質はそのまあこれは多分おそらくテレビやラジオやそんなあのいろんなメディアで言われとるとは思うんですけども、おそらくねあのそのことまあもちろんダメなんですけども、それよりも LINE で1年も前のことがそれが漏れたことがどうなんかというような意見もおそらくちょこちょこあると思うんですよね。でまあそれはまあそうなんです。で僕が言いたいのは、まああのことがねオリンピックですか、豚ねピック、まあそのアイデアがいいか悪いかいうのはまあいろいろあると思うんで、まあ置いといてですね、その1年前のねあのグループラインの中で起きたことが今になって、しかも週刊文春、文春週刊誌にリークされて出るということ自体がまあ不可思議でなんか気持ち悪いですし、そもそもまあそこが問題といいますか、まあその時のそのグループラインで出た意見がもしあの総合演出の方が自分の中で練りに練ってもうこれで行こうというアイディアだったとしたら、それはちょっとまあかなり首をかしげる部分はありますが、多分ねおそらくそうじゃないと思うんですよね。でそのグループラインに投げかけて、あのグループの中でそれはおかしいですよというちょっとどうですかねというような意見があって、結局それはそのアイデアは通らなかったという意味で、あのグループラインは正常に、あのグループは正常に機能しとったということですよね。まあそこまではねおそらく、まあいろんなテレビやワイドショーやラジオなんかで、言われとると思うんですけども、僕はもう一つ掘ってそこちょっとあのクリエイトという部分について言いたいことがあるんですけども、あのちょっと待ってくださいね、これ美味しいんでいただきながらチンゲン菜をつまみながら物申すというコーナーなんで、あのまあその総合演出の人があの段階でどうだったかは分かりませんよ、分かりませんけども、アイディアを出す、クリエイティブな企画を、クリエイティブな企画っていうのは言葉おかしいか、ある企画をクリエイトする段階でいろんなアイディアを出して最終的にまあこれでいこうというわけことになるわけですけども、アイデアを出す方法としてですね、まあこれもだいぶ前の僕の動画でちょっと喋ったことがあるんですけども、ブレインダンプという手法があります。で、まあ、ブレインダンプやマインド、まあ、マインドマップはまたちょっとまあ違うんですけども、ブレインダンプという手法がありまして、まあ、まず ブレイン脳みそですね、ダンプする、移すということなんですけども、頭の中にあるものを全部出すという作業が、まあ、まずあるんですけども、まああの LINE で出た言葉っていうのはブレインダンプの一環ではないとは思うんですけども、まあでもアイデアを、とにかくいろんなアイデアを出し合っていっぱいたくさんのアイデアを出して、その中からまあ一つに絞っていくというよりはですね、100あるうちの中から一つを選ぶというよりも、1000も1万もとにかく出し
ことによって、そっからなんか化学反応といいますかね、なんて言ったらいいんかな、うん、なんかまあ新しいもんがそっから生まれるんですよ。なのでそのまず出すという段階においては、当然非道徳的なこともアイデア、どうですかね、脳の中にはあったりすることがあるんです。それもなんかとにかく思いついたものは出してみると、一旦出すと、で一旦出して、そこからまあそれはおかしいですよとかいう意見が出て、また全く違うものの意見が出て、それを込み、そういう、ボツになったり、また違う意見が出たり、その段階を全て乗り越えた後に、また全く違うものが、それは全然関係ないとこからアイデアが出るんじゃなくて、それも込みで、どう言ったんですかね、まあ出るんですよ。そういうもんなんですよね、アイデアというのは。なので、まずは、どうですか、もうベタ中のベタなものも出すとか、全く相反するものをひっつけて出すとか、同じものをこれとこれと被るようなものをわざとひっつけて出すとか、ものすごい寒いと思われるほどのベタなものを出すとか、寒いと思われるほどのもう綺麗事を出すとか、寒いと思われるものの非道徳的なものを出すとかという、とにかく出すという作業の中の一環であれが出たのだとすれば、そこはまあ責めるべきではないかなという気もするんですよね。でまあその中でそのアイデアが出た時に、グループの中でそれは違いますよという意見がちゃんと出ているんでね。でだとしたらまあそれでいいんですけど、そうじゃなくて、総合演出の方がすでにブレインダンプをした段階を超えて、本当に提案の意味であれを出したんだとすれば、まあそれはちょっとこう感覚的にずれとるもんがあるかなという気はしますけども、なのでね、まあそこは分からないで何とも言えませんが、アイデアを絞り出すとか、何か本当クリエイティブなものを生み出すという時にはそういった作業がいるんですよ、本当に。特に、まあ相手を表に出すことじゃなくて、自分の中で何か問題を解決しようとした時に、自分一人でそういったことをする時には、本当に頭の中にあるもの、それこそ本当に非道徳的なこととか、人には言えないこととかいうのを、とにかく一遍紙の上にザーッと書き出して、その後に、本当ね、関係ない時にふわっとこう浮かんできたりするんですよね、アイデアというものが。でその全部出すという作業をするということは、それまでに自分が入れた、自分が経験したこと、入れたことがないと出ないんでね。なのでいかにたくさんの経験をするか、全く関係ない、自分の仕事とは全く関係ない仕事、全く関係ない遊び、全く関係ない経験、すべての経験がそこへつな、何どう言ったらいいんですか、何かのこう化学反応というかいうものを得て、パッとこうそのことに対するアイデアが生まれたりするんですよ。これは本当に、不思議なもんで。なのでそのまあ子供にね、学校教育の中で子供に夢を持ちなさいとか、志を持ちなさいとかいうふうに言われるんですけども、その実際問題、その大人は口先だけでね、簡単げに
そういうふうに言って、正味そんなもんね、夢なんか簡単に見つからんのんですよ。で、見つかったとしても途中で諦めることが多かったりなんかして、なので、その実際にどうやったら夢が見つかるかとか、その夢を叶えるにはどうしたらいいかとかいう、そっちをねちゃんと分かった上でそんなことを言うのかというふうに僕は常日頃思うんですよね。ですから、そのやりたいことがない時に焦ってその夢を見つけようと思ったって、そんなもん夢なんか出てこんのですよ。なので、それを本気で考える時に、まあまたそういったブレインダンプとかいう作業が、あ、そういったツールがあると、なんかある日突然ファッと浮かんだりすることもあるんですけども、まあまあ夢に関してはまあそれだけではないですけどね。ですけども、なんかこう本当にこうアイデアを出さないといけない時というのは、そういったことがあるのでね。なので、その問題の今回のこういうの報道のオリンピック問題も、その問題の本質をね、ただ表面報道にを見聞きした表面だけで捉えるんじゃなくて、その問題の本質はどこにあるのかということを見極めるのが大事なんじゃないかなと、どんなニュースでもね、と思います。で、そんなことをまあ今日考えたり、本当はこれ昨日喋りたかったんですけども、まあ昨日はちょっとね、母ちゃんの産直動画を予定しとったんで、まああれもちょっと予定通りにはならなかったんですけども、まあまあ今日そのことを喋ろうかなと思いながら、一日過ごして、まあラジオも聞いたりなんかしよったら、そのまああんまり僕はこのチャンネルで、そのこういった時事ネタですとかね、政治的な話題にあんまり触れたくはないんですけども、まあそれにしてもね、ここ最近のこの政府のだらしなさと言いますかね、もう大人なんじゃけちゃんとしょうでいう感じがしてやれんのですよね。あれも記憶にございません、記憶にございませんで、もうそんなも使い古された手法でまかり通ると思うなよとね。えそんなんだったらもう初めっからピシャッと言った方が、逆にもう正直に言うて、こうこうこうでしたって言った方が国民は納得するというかね、今になって言うたらそれは余計離れるじゃろうっていうのがどうして分からんのかなと思ってね、不思議ですよね。そんなことを腹立つわと思ったら、この麻生君や麻生の太郎君がマスクはいつまでせにゃいけんのかねみたいなことをね言うとるじゃないですか。秘書にお前に聞いてるんだよみたいな、わけのわからん、なんでああいうことの発言に結びつくんかねと思いながらね、いやどうなっとるんでしょうかね、まあ、ちゃんとしょうや言うのはね、ほんまその国会議員にも思いますし、この秋田方氏もね、今いろいろ調べてもらったら、この秋田方氏の問題っていうのはいろいろ出てくるんで分かると思うんですけども、もうね、秋田方氏の議会ももうどえらいことになっておりましてね、ほんまそのうちちょっとこらー言うて言うたらにゃいけんのんですけども、ほんま、まあこれはこれでまたちょっとね、別の機会にしっかり説明しながら言いますので、今日はまあこのチンゲン菜を食べながらね、まあ一杯飲みながら、メインはこのオリンピックのことについてちょっと喋りたかったんですけども、理解していただけましたでしょうか。別に僕は
豚に例えたことは全く問題ないですよって言っとるわけじゃなくてですね、あのまああのグループラインのことが出とるのもほんまそれはそれで気持ち悪いんですけども、まあそんなこまあそれはそれそう思うんですけど、そこもいまあそこもそうなんですけど、それを言いたいこと、それを今日ここで言おうと思ったわけでもなくて、そのアイデアを出す段階においてブレインダンプという手法があって、そのブレインダンプという手法の中というか、その手法はとにかく全部頭の中を出すので、道徳的なことや非道徳的なことも出たりして、その中から一つを選ぶとかいうことではなくて、出たものそこからまた得るものが何かこう反応して、全ての経験と時間の経過、いやその時の環境なのか、いろんな複雑な結びつきをして、ポッとこう新しいアイデアが生まれたりするので、まあそういうこともその段階の一場面だったとしたら、そういうこともあり得るよねということがまあ言いたかっただけで、それを肯定、あのどうですか、その演出の提案を肯定するわけでもなくてですね、ちょっと難しい、ややこしいかな今日の話。まあでも僕はまあちょっとそれが言いたかったんで、ブレインダンプというものがあるんですよということをお伝えしたかったというところで、結構喋りましたねこれね。まあそんな感じで今日はこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日、ハッピーチゲン祭、ちゃんとやろうで。